はい、マスキングの、この前はキャノピーやったんですけど、今度は、まあ、他の部分のね、マスキングっていうのをちょっとやってみたいかなと思います。で、今回は翼のマスキング、塗り分けなんですけど、まあ、ちょっと今これ毛書き線というか、線が引いてあるんですけど、この線を境にこちら側が、グレーなんですね。なんでこちら側をマスキングするっていう方法を、まあ、やってみたいと思います。で、ちょっと厄介なのがここ円弧になってるんですよね。 R になってて、まあ、こういうところを、まあ、どうやってマスキングしてるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。で、直線部分もあるので、直線部分は、普通のマスキングテープですね。こういうのをまっすぐになるように、まっすぐっていうかまっすぐにしかならないんですけど、まっすぐに、まあ、直線部分は通常のマスキングテープを使うと。ちょっと見にくいかもしれないんですけど、で、残りのね、この円弧の部分をですねマスキングするんですけど、まあ、これサークルカッターって円形の形に切り出しができるカッターもあるんですけど、まあこんな円弧の R なんて出ようがないんで、出しようが、計算しようがないんで、僕は最近はこの前も使ったタミヤのこの収縮性のある伸び縮みのする、ね、R に適したテープっていうのがあるんで、まあ、これを使ってます。これを、まあ、大体の長さで、まあ、適当に切り出して、で、この残りの円弧の部分に、貼り付けると。で、こっち、まあ、片側をこう押さえながら、こう、なじませるように、円弧に合わせてなじむように、引っ張りながら、押さえて貼っていくとですね、結構 R に対応できちゃうんですね。まあ、これぐらいの R なら、円弧なら、まあ、これぐらいの細さのマスキングテープで十分に収縮っていうか曲げることができるんで、まあ、あと気をつけなきゃいけないのは、やっぱり、まあ、キャノピーと一緒でこういうところからね、隙間が発生して塗料が、入り込んでしまうことがあるんで、ちょっと辛くなっちゃったけど、しっかり圧着して押さえるということが大事です。で、まあ、こういうふうにね、マスキングする箇所を、まあ、もう少しね、マスキングしないとこちら側に塗料がね乗っちゃうんで、もう少しね、この辺までマスキングすれば、塗り分けは可能だと思うんで、まあ、こんなふうにしてね、まあ、めんどくさい作業なんですけど、まあ、結構機体なんかもね、こういった曲線のある部分っていうのは結構マスキングしなきゃならない曲線の部分っていうのは結構あるんで、まあ、こういった風にしてね、マスキングするようにしてます。で、他にもね、円形の部分のマスキングする箇所っていうのは、円形というか半円形の、半円形でもないな、こういうところですね、このなんかこのかまぼこになってるような形のところ、ここも指定だと黒で塗り分けるようになってるんで、まあ、こういうところもですね、先ほど言ったマスキングテープですね、タミヤのマスキングテープを使うように、してます。で、マスキングテープはいろんな幅のサイズのものがあるので、まあ、どのサイズがいいっていうことではなくて、まあ、一通りいろんな種類のね、幅のマスキングテープ、まあ、これも僕よく使うんですけど、まあ、これが一番よく使うんですけど、いろんな幅のね、マスキングテープを用意しておくと、まあ、作業の効率も上がりますし、まあ、無駄にね、使いすぎちゃったりっていうこともなくなると思います。で、塗るんですけど、結構ね、マスキングする範囲っていうのが、やっぱりエアブラシ使うと、やっぱいろいろこう、吹きこぼしといってね、マスキングしてない箇所、こういう箇所にまで色が乗っちゃうってことが、まあ、前はよくあったんですけど、まあ、最近はですね、まあ、コンマ2のエアブラシを使うようにして、まあ、できるだけ細拭きで、まあ、マスキングする、まあ、塗れる面積をね、小さくすることで、まあ、マスキングテープの節約にもなると、いう、まあ、ちょっとした、
まあケチってるだけなんですけどね、結構これだけ、こことここだけ塗るだけに、これだけのマスキング範囲があるとなると、まあ、結構マスキングテープの消耗も激しいので、まあ、いろんなね、マスキングテープを節約する方法っていうのもあるんですけど、まあ、その辺はまたおいおいね、説明できればなと思います。まあ、あとちょっとね、特殊なんですけど、マスキング方法として、まあ、僕はこういうね、奥まったところの内側をマスキングしたいっていうところが、マスキングテープがそもそも貼りづらいっていうのもあって、まあ、結構厄介な箇所なんですよね。で、まあ、僕はもうどうしてもこう奥張ってマスキングテープがもう入らないというか、まあ、先に組み立てる前にマスキングしとけばいいんですけど、まあ、なかなかそういうわけにもいかないパターンっていうのがありまして、まあ、そういった場合はこういうスポンジをね使うようにしてます。で、これはこのままこの中にこううまくねピンセットで詰め込んじゃえば、まあ、かなり多少吹き込みあるんですけど、まあ大雑把なところはね結構十分マスキングできちゃうんで、でこれただこう差し込むだけだし、まあ、結構僕はこのスポンジによるマスキングっていうのをね結構愛用してるところはありますね。あとこういうまあ箇所なんかもね適当に四隅だけ縁だけマスキングテープ貼っといて、あと大雑把なところはもうスポンジを押し込んじゃうっていう感じでマスキングするようにしてます。で、今回はね、ホワイトを使うんですけど、まあ、僕はこの GX1 っていうね、クールホワイトっていうやつ、まあ、非常にインペール度の高い、まあ、下地が透けないっていうかね、非常に色のノリがいいので、まあ、僕はこういうの、ちょっと高めなんですけど、使うようにしてます。結構
塗りにくいんですけど、まあ、うまくこう中にこうノズルを入れながら、あまりね、近すぎると今度液だれしちゃうんで、結構ね、吹き返しのミストがすごいんで、これでマスキングしてないところがね、色ついちゃったりするってことが、まあ、あったりするんで、まあ、そういうところをね、気をつけながら、まあ、できるだけ難しいんですけど、吹き残しがないように、まあ、何度か、重ね塗りする、まあ、乾かしては少し塗って、乾かしては少し塗ってっていう感じで、